放送が未定となっていたユーロ、アベマが放送へ。日本での放送が未定となっていたウェファユーロ2024をアベマで放送へ。さあ、アベマ TV しか勝たん。これはヤバすぎる。やりすぎだよアベマ、最高だよアベマ。アベマには本当に頭上がりません。サッカー見るならアベマさすがに神すぎる。アベマ様に足向けて寝れない。ワールドカップも見せてくれたしほんま神。馬娘に金落とした人ありがとうございます。国内の海外サッカーは全部アベマが持っていっても誰も文句言えません。もう今年は J1 は町田優勝でいいや。俺らはアベマに乗る、ダゾーン船降りろ。